まあ、今欲しいのもそうだったんですけど、なんかこう数年後経ってつけててもこれはこう渋いかなと思って、これにその時欲しい時、まあ、何本か持ってたりしちゃうんですけど、今後のことを考えてこれだったらなんか何年経っても渋く使えるんじゃないかなと思ってこれを。今日は新潟県内の小杉さんに来ていただきました。ありがとうございます。忙しいところ、小杉さんに来ていただいたのはスターファイターをご愛用されてるからなんですね。で、このスターファイターについてちょっとお聞きするんですけども、ちなみにどんなファッションに合わせようかとか、どんな時に使おうかって思いました？そうですね、まあ普通にこう今つけてるみたいに使いたかったのと、デニムにシャツとか T シャツがよく着るので、このスタイルに合わせて買いました。ありがとうございます、ね、完全防水だしね、はい、モノトーンなんで割と合いやすいと思います。はい、ちなみにスターファイターを買う時に他に候補はありましたか？いろいろ悩んだんですけど、それこそ店長さんつけてるその逆流図もそうですし、 はい、あとモンテカロでしたっけ。モンテ、はい、あれもかっこいいなと思ったんですけど、はい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 、今欲しいのもそうだったんですけど、なんかこう、はい、その時欲しい時、まあ、何本か持ってたりしちゃうんですけど、今後のことを考えてこれだったらなんか何年経っても渋く使えるんじゃないかなと思ってこれを。わかります。僕も若い時にかっこいいと思って買って、10年とか経って年がいくとちょっと違うなっていう、まあ、使えなくないんですけど、そう今じゃないなみたいなのが確かにあって、でもこれだったらまあずっと使ってても渋く使えるかななんて。渋いのって長く使うと後輩から見るとかっこいいっすねとかって言われるんですよね。そうなるといいなと思って買いました。ちなみにこの逆流図、モンテ、スターファイターと、ギナンばっかりだけど、他のメーカーは何かなかったですか？それこそアレマーヌとかも見ましたし、いろいろ取り扱っているのを見させていただいたんですけど、この色合いがやっぱり一番ノスタルジックじゃないですか、はいはい、こう大人な感じがしてまあそうね、確かに、ギナン持ってなくてどうしようギナン1本欲しいなと思ったんです、ずっと。ありがとうございます、で、このモデルがすごく目についたんで。じゃあ最終的にこれにした決め手は何だったんですか？これにした決め手は文字盤の色合いっていうか、ちょっと違うやつじゃないですか、スターファイターのちょっと違うやつ、これがすごくなんか渋くて、これがすごくかっこよくて、実際に使ってみてどうですか？すごく使い勝手っていうか、今の生活リズムに合わせてラバーブレスにちょっと変えちゃいましたけど、使って全然不便もないし、地味にこのガラスとベゼルがフラットじゃないですか、ずっとね、こう当たらないし、すごく使い勝手がいいですねこれ、これジンさんが、まあ、以前言ってたんですけど、グローブや袖に引っかからないように全部ドーム状になってるけ ど、ベゼルも斜めにして、ガラスとこう一体化するように作ってあるって言ってました。ベゼルが結構出っ張ってるやつとかもあるじゃないですか。多いですね、今、そういうのがじゃないからすごく引っかからないし、本当に使い勝手がいいです、ありがとうございます。じゃあ最後にスターファイター欲しいなという方に向けて背中を押すアドバイスを一言。そうですね、まあ実物見てもらえば一番だと思うんですけど、やっぱりこうすごい細部までしっかり作られてるなって感じがするし、ザ・高級時計みたいなキラキラ感は少ないと思うんですけど、逆にそれがずっとどこでも合うっていうか、いつの年でも使えるんじゃないかなと思うので、これは買って損はないんじゃないかなと思います。2カウンターのクロノグラフがレトロな感じで可愛いと思います、ありがとうございます、今日は新潟県内の小杉さんに来ていただきました。ありがとうございました、もしあれだ、名護さんがよければ、試着じゃないけど置いてって、もし見に来られる方がいれば、ありがとうございます。じゃあ見ていただいて、もし見たい方いたら言ってください、僕にメールかなんかください。そしたら小杉さんにお願いして借りときますから現物見れるようにします、ということでありがとうございました。よろしくお願いします。よし、サンキュー。置いてきますよ、本当に、あれ